くれました。少しずつの頑張りでいいんです。今日はスケールのおさらいをしてみます。腸に合わせて指使いもゆっくりと練習すればできるようになります。波長腸のスケール。種類があります。自然的単音階とは、和声的単音階とは、まずスケールの基本をゆっくりと練習することでいろんな曲が弾けるようになります。指使いもゆっくりやればできるようになります。少しずつ基本を楽しく身につけて表現力も学べます。明日もレッスンですが、にゃんこの皆さん、きちんとできたところは見つけて褒めて伸ばします。少しずつ練習すればできないことは何もないのです。それでは一句、新学期みんなでワイワイ楽しいな。先生のテキストいつもシワシワだ。